おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭よしひとです。 本日の提供は、7月28日、50歳の誕生日に、兵庫県三田市里の根ホールで、鴨さんに1000人の前で講演してもらうことに燃えているという、日本一大駅のフランチャイズオーナー、山本隆二さんの提供でお送りいたします。えー、兵庫県三田市のボラスタの皆さん、えー、300点オーバーの皆さん、頑張っておりますでしょうか <laughs> 僕も全力で期待に応えようと、いや、期待を超えようと思っておりますので、ぜひぜひ最後まで走り切りましょう。 えー、さて、今日はですね、鴨頭義人が不安に思っていることを3選戦、<laughs> いこうと思います。<laughs> あの、三つあります。えー、まず、えー、不安に思っていることの一つ目。集客。もうね、独立してからの13年半かな、もう。うん、13年半。嘘ついた。12年半。<laughs> もうすぐ13年。 一度たりとも集客のプレッシャーから解放された日はございません。一日もないです。まあおそらくこのボイシーを聞いてくださっている皆さん、もう薄々、恋恋感じていると思います。こんなに集客の告知しているボイシーパーソナリティ他にいますか 私、チャプターが6個ぐらいになるんですけれども、後半の4つとか5つは、ほぼほぼ集客の告知ばっかりさせていただいております。もちろんそこすっ飛ばされてるって人もいると思うんですけど、いいです、それはそれで。あの、その人は、あのー、多分来ない人なので。でも、こう、なんか行ってみたいなって思う人とか、知ってたら行ったのにっていう人がゼロにしたいってい思いで集客について毎回毎回語らせていただいております。 あちなみにね、3日ぐらい経つと、その集客用の告知って消してもらってるんですよ、スタッフさんに。なので本編だけになります。なんでかっていうと、あ、なんかこの人の放送面白いかもと思って全部聞こうと思ったら全部告知入ってるとかね。 うん、なんか何ヶ月も前でもう終わってるものの告知聞かされるのはちょっとストレスだなと思ったんでそういう配慮はしてます。もちろんリスナーの人への配慮は忘れたことないです。なんなら集客って信用の借り取りなのでしすぎると目減りするっていう恐怖にいつも駆られてます。集客は不安しかないです。もう今年で言うと12月21日、豊スピット。 まあ1000まあ3000人スタンディングで入るけど、多分うち1200ぐらいでやると思うんですよ。1500かな。まあまあ、1200でいきましょう。1200人。これね、普通にこのままいったら400しか集まんないです。もう僕の肌感覚で言うと、講演家人生12年、半年の鴨頭嘉人の肌感覚、大体合っちゃうんですよ。そうするとですね、あと3倍、頑張んなきゃいけないと。もちろん頑張りますよ。 なので、もう、しつこくしつこく告知をしたり、無料の LINE の登録をお願いしたり、ファンクラブの入会をお願いしたり、クラウドファンディングをやったり、今、手売りチケットを持って、カバンに入れて、売り歩いています。それぐらい集客の不安から解放されていはございません。もう、時々僕はあの、自分がそのプレッシャーをいつも感じてるので、集客のことを舐めてる、例えば、カモビズのメンバーがいると、 集客舐めんなよと吠えてしまうことがあるぐらいもう自分のストレスをオンラインサロンメンバーにぶちまけるっていうですね。まあ結局それは愛に変わるんですけどね、その人が舐めてるままの方が不幸でね。舐めない方が幸せになるのは決まってるので。それぐらいいつも集客の不安があります。なかった日は一日もないです。二つ目。お金。いつもお金が足りません。まあこれはもう原因わかってます。使うのが もうとにかくお金を使うことが大好き。もう歌手デビューしなくていいんです、私。別に公演家で売れてますんで。公演家で売れてなかった12年半からやっと売れるようになって、集客力もついて、そして単価も上げられて、もうデビュー当時5000円だった公演会今300万。600倍なんですよ、価格。 もう価格600倍にしたことあります皆さん。<laughs> 私そこまでやって参りました。実績も出ました。もうそれで逃げ切れます。もう世の中の講演家ほとんど逃げ切りです。私はですね、使うんですよ。 もちろんね、もう歌手デビューしようと思ったら、おそらくまあ、今のところ大体見積もり的に言うと、4000万から5000万ぐらいはぶっ込むことになると思うんですよ。トヨスピットもあるし、レコーディングもあるし、プロモーションムービーの、もうちょっといくかな。<laughs> まあ、5000万ぐらいはいくと思います。それはなんとかしてまた書き集めないといけないんですよ。だってそれちゃんとやらなかったらセミナー事業の利益全部持っていかれちゃうんで、それちょっと悔しいし、なんならビジネスのことを教えてる人間として、 ね、教わる側からするとどうなんですか赤字でもいいよっていうような人から学びたいですかそうじゃなくて全部に関してちゃんとこだわって、もちろん赤字ぶっこく時もあるんですよ。新規事業とかね。だけどアーティスト活動、もう儲かったお金ぶっこんで趣味でやってますは、鴨頭良し人にはないなと。もうなんかいいことやってるからいいでしょうとか、そういうの僕にはないですね。ビジネス教えてる人間なので、きっちり黒字化を目指します。どうなるかは結果は神の領域の部分あるけれども、 だから、お金の不安はあるんですよ。とにかく使うから。要は、貯めとけば安心感が手に入るらしいじゃないですか。現にね、日本人の現預金って今ね、200、ちゃうちゃう、ごめん間違えた。2000兆円超えたらしいですよ。2000兆円も現預金持ってる国なんかないですよ。一人当たりで言ったらもう世界ぶっちぎりの安心感のためにお金をあの死なせる。 国民が日本人なので、みんなお金めっちゃ持ってますからね。嘘ですからね、お金ないっていうのは。僕が本当にお金がないです。なぜなら使うから。使わない人はお金はあります。その代わり体験は増えません。私はお金を使うのでお金はないが、体験は増える一方、資産は増える一方、鴨頭がしらよし人と,という、まあそういう意味では不安なんだけれども、意図的に使っております。その辺のことはね、夢と金が9割、8月22日のね、 え、新刊にもびっちり書いてあります。もう本当に命の時間無駄にしながらお金を貯める人、どうしたのと。まさかそのお金貯めませんよねってちゃんとね、表紙に書いてるぐらい、帯に書いてるぐらい。それぐらいお金の本質について迫ってる本が出ます。8月22日です。楽しみにしていてください。えー、僕が不安に思っていること、一つ目が集客、二つ目がお金、三つ目、健康。 さすがにね、今年57でございますので、だから、あの、ちゃんと筋トレをね、週に1回やっていたりとか、あとは、えっと、マッサージとか、針とかを、これもう月に2回以上受けていたりとか、サウナに週1回ペースで行っていたりとか、あと、ね、姿勢のトレーニングをやったりとか、もうめちゃめちゃ体に投資してますよ、私。 喉の,の病院もちゃんとね、もう4年通ってます。もうすぐ5年かな。それぐらい健康には時間とお金を使うって決めています。なぜならば、この3つの不安は、今言った1番、2番、3番の数が多いものが土台となって上に積み上がってるからです。要は健康を失ったら僕はもうお金も集客も絶対にできないんですよ。で、いくら健康でもお金が切れたら集客活動もやめなきゃなんないんですよ。 だから下からちゃんと健康、お金、集客っていう優先順位は明確にあるなってことを自覚しています。でね、今日この3つの不安を持っていると言いながら矛盾したように聞こえるかもしれないけれども矛盾してない結論を言います。だから僕は幸せなんだと思います。もうね、生きてるっていう実感半端ない。もう健康にお金と時間をかけてお金をバンバン使ってチャレンジライカベイビー。 とにかく挑戦しまくって。だってもう19歳の頃に諦めた夢のために5000万作ってるわけですから、本楽しに決まっている。そして、集客。集客ができれば、夢は諦めなくて済むんですよ。人です。結局人なんですよ。お金って人が持ってくるものなので、まあちょっと言い方が <laughs>、あの、えげつないかもしれないけど、でも現実はそうじゃないですか。要は人さえいれば、 お金は集まるし人さえいれば自分の時間お金っていうものが入ってくれば健康に対しての投資や例えば労働時間のコントロールもできるようになるんですよもう僕の場合は僕の健康に対してお金僕のお金に対して集客これ3つはバラバラには考えようがないっていうことです それぐらいね、ただ僕はお金を投資して回してるとかじゃなくて、自己投資して回しているので、健康も自己投資しないと回らないし、僕が健康レベルが上がって、お金の使うレベルが上がると、集客、たくさんの人に出会える。この三つは相関関係にあって、まさしく昨日の放送で喋った、ドーパミン的幸せが手に入ります。しかも、 自分が健康であること、お金に余裕、心の余裕もあること、そして人に会えること、これ、置き人心的幸せにもつながっている。ということで、鴨頭良人の3つの不安は、実は鴨頭良人の幸福とぴったり結びついている。というのが今日の結論でございます。もしかしたら今日のボイシーリスナーの皆さんの中にも、あ、自分も不安とハッピー。 同じとこにあったっていう、そんな気づきがある人も多いと思います。同類でございます。え自分から望んでいることなので、全力で生き切りましょう。ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいねー